次の快速列車は長い8両編成で参ります。お足元の白い丸印1番から8番に停車をいたします。快速列車ご利用のお客様、1番の方が空いておりますので、そちらの方へ分かれてご乗車をお願いいたします。次が到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は8両編成です。この列車は昭和、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、三河宮、豊橋の順に停車します。1番線ご注意ください。本日臨時停車の快速豊橋行きが到着をいたします。危険ですので黄色い線の内側でお待ちください。この列車当駅を出ますと昭和、大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、三河宮、終点豊橋の順に停車をいたします。当駅を出ますとこのままで途中の駅には停車をいたします。普通列車のご利用のお客様はこのホーム1番線で今しばらくのお待ちをお願いいたします。水平扉に分かれてご乗車ください。ご乗車ありがとうございました。臨時停車の笠寺です。お降りになりましたら黄色い線の内側をお通りください。列車すぐの発車となります。黄色い線の内側をお通りください。扉閉まります。黄色い線の内側をご通行ください。黄色い線の内側をご通行ください。列車が発車いたします。黄色い線の内側をご通行ください。黄色い線の内側をご通行ください。列車が発車いたします。黄色い線の内側をご1番線から列車が発車いたしております。どうも列車にご注意ください。まもなく1番線に新快速豊橋行きが到着します。黄色い線までお下がりください。この列車は8両編成です。この列車は大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、豊橋の順に停車します。1番線には本日臨時停車の新快速豊橋行きが到着をいたします。危険ですので黄色い線の内側でお待ちください。黄色い線の内側でお待ちください。この列車当駅を出ますと大府、刈谷、安城、岡崎、蒲郡、終点、豊橋の順に停車をいたします。停車駅にご注意ください。16時30分発の普通列車豊橋行きをご利用のお客様、このホーム1番線で今しばらくお待ちください。この列車はこの新快速当駅を出ますと大府まで途中の駅には停車をいたしません。黄色い線の内側をお下がりください。
ジェイソンも本気だし。通路の奥までお連れください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 。通路の
ております。危ないですので黄色い線の内側、黄色い線の内側でお待ちくださいませ。この後20時13分発普通列車岐阜行き4両編成で到着いたします。列車到着まで今しばらくお待ちくださいませ。Thank you.
通列車岐阜行き4両編成で到着いたします。列車到着まで、よろしくお願いします。